中学私はね闇がありました。私なんか結構不登校になった時期とかあって、いろいろあって、なんかこういじめだったりとか、運動会のなんかみんなで着る T シャツがボロボロにされてたりとか、もうやばいよね。なんかすごいショックで学校行けなくなっちゃったりとかもあったんだけど、まあでもそれでもやっぱり学校外での生活がねとってもね経験になってたんで、いろいろ話しながら見せていきますね。まずは中学校1年生1学期、これ3学期分になってるんですけど、1学期はこんな感じ。1学期は美術、技術が4、5とかで、まあ、とにかくね、美術とか技術とか、教科以外の教科が楽しいって思うようになってます。2学期、数学が苦手ってことに気づいたんですよね。私そもそも算数苦手だったんですけど、数学になった途端に突然難しくなったように感じて、あ、私できない、不得意っていう意識が強くなって、どんどんできなくなってきます。けど、なんかやっぱり美術とか、こう技術家庭科とかは楽しいってすごい思ったから、積極的にねやってました。そして3学期ここでもね美術技術を積極的にやって、でもね数学はねちょっとね、なんだろうね、図形とかの問題だったのかな、は結構得意だったから、なんとかちょっと立て直してきます。次2年生の1学期ここでもね美術技術に力入れてるけど、どん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 5教科の成績が下がってきます。あーやばいやばいって感じですね。2学期もう5教科どんどん落ちて、どんどん落ちてきます。まあ、理科4なんですけども、他がね、ギリギリ3って感じだったと思います。で、3学期、美術、技術、家庭科も楽しい。ここまでは良かったんです。でも、この後ぐらい、3年生になってから、いじめとか嫌なことがたくさんあって、ちょっと不登校気味になってきます。剣道部の部活をやってたんですけど、まあ部活はね、行けてたかな。あと学校終わってから、美術の授業をしに行ってました。みんながいなくなった後に、その中学校の時の先生が、夜7時までだったかな。なんかこう、1時間だけ、えっちゃんに時間を作ってあげるから、高校とかも美術系に行きたいんであれば、教えてあげるよ、デッサンとか。って言ってくれて、まあ、その時に、すごい優しい先生なんだろうって思って、行きたい高校が芸術学科のある学校で、特別入試みたいなやつが、2倍ぐらい倍率があって、デッサンとか頑張らないと入れないってなって。本気で勉強しないとっていう時だったんで、もう先生の言葉に甘えて毎日夜勉強して、家でもデッサンの練習してとかを繰り返してました。で3年の1学期は欠席日数が26日とかなり多いです。なので授業の成績はどんどん落ちてきます。でもね、本当にね、私はねこの時学校に行かなかったことを後悔しています。やっぱりその中学校の3年生の授業が結構わからないところが多くて苦戦します。この後2学期もうね、あ、受験に入ってくるんですよ。受験勉強しないとっていうので、ちょっとね嫌だったけど頑張って学校行くようになります。なので勉強もちょっと頑張るぞってなって、ただね数学だけはやっぱり元から苦手意識とかもあったりとか、分からなくなった瞬間にどんどん分からなくなっていくんですよ。でついに3年生の3学期、なんかだいぶね成績が良くなってきたような気はしますね。うん、やっぱり5教科は苦手なんだけど、国語はね多分私その4教科の中では一番ねこう好きになれた、漢字とかが結構好きだったので、でも本当にやっぱり勉強は嫌いでした。この時も選択科目で家庭科とか技術とかも取って、イラストを描くのにパソコンを使いたくて、あ、じゃあ自分の描いた絵とかを見せるウェブページとかも作りたいしと思って、結構いろんなホームページを作る本とかを読んで勉強してたので、本当になんか今私がこう YouTuber やったり絵描いたりしてるのはもう中学校のこの時に、もうその時の気持ちのまま今後やっていったからだなと思います。まあこんな感じで私は非常に頭が悪いんですよ。成績もとっても悪かったし、まあなんですけど、好きなことを貫く、好きなことだけは絶対にやる、絶対に誰に何を言われても理解してもらえるまで成果を出してやるっていうのが大事だなと思います。まあこんな感じでね、ちょっと長くなりましたが以上です。高校大学はかなりね特別な、学部に行ってたので、かなり劇的変化があります。次回お楽しみに。ということでこの動画がね、ちょっとでもねみんなの今の感情とかにためになったらと思うので、高評価、コメントで、またリクエストなどよろしくお願いいたします。進学する人も進級する人も社会に出る人も、好きなことだけは貫いて頑張りましょう。それではまたね。